UTY アナウンサーの小島勝です。8月21日水曜日の山梨マシン、今回はこちら今湖面を滑っています、ウェイクボードのプロ選手高村大河さんをご紹介いたします。高村さんは、ウェイクボードの聖地とも言われます山中湖で練習を積んでいるということなんですが、その実力は国内でもトップクラスなんですね。そんな高村さん、今中学3年生なんですが、驚くことにプロになったのは中学1年生ということで、これはもちろん最年少のタイ記録ということなんです。お父さんも元ウェイクボードの選手ということで、日々厳しい指導を受けながら、その大河さん、目は世界を見つめているということなんです。山中湖から世界、これからが本当に楽しみな高村大河選手、どうぞご覧いただきたいと思います。8月21日水曜日の夜6時55分からです。